セレクションカップ決勝戦、埼玉西武ライオンズ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはライオンズの先発平がマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。1回の表ドラゴンズの攻撃、バッターは近本。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。平、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド打ち上げました。ライトへ打球伸びる。打順は3番山田。ツーアウトになっています。三振を取りました。スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ、里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の柳。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。源田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。2球目打ちました。バッターは2番に入っている秋山。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上のピッチャーは柳、そしてランナースタート。キャッチャー2塁送球する。ナイスチール。これで先制点にぐっと近づきました。打ちました。いい当たり。弾き返した打球はセンターへ。さあそしてバッターボックスには吉田が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたい。アウトコース打ちました。さあそして打席にはイチローが入っています。頼りになるバッターに回ったんで、チャンスを生かしたいですね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にランナーは残した状態。流しました。これはどうか。しっかりつなげてきましたね。まあ彼は勝負強いバッターですから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。ランナースタート。盗塁成功です。これでワンヒットで2点入ります。打った。伸びていく。どうだ。追い込まれてからの変化球、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。頼りになる男がやってくれました。バッターボックスには指名打者の山田。ライオンズ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね。ああいった形で先制できると流れも引き寄せる。インサイド落ちました。これはどうだ。さあ2アウトながら1塁には追加点となるランナー。バッターは村上。そして塁上には俊足の山田。どんどん走っていいと思いますね。ああやはりそうですか。牽制のうまいピッチャーですから、ランナー高めのボール、これはどうか。しかしこの回西武ライオンズスリーランホームランが飛び出しました。1回終わって3対0、ライオンズ先制です。2回表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、打席には4番バッター佐野。空振り三振。まず1つアウトを取りました。つっていきましたが三振。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。
そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。バットに当たりません、三振。スリーアウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3-0、ライオンズがリードしています。2回の裏になります。ライオンズの攻撃、8番バッター、ビシエド。ライオンズリードで迎える2回の攻撃、三振になります。ワンアウトです。バッターは9番に入っている辻。柳、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド落ちました。さあ、そしてバッターボックスには源田が入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。リードしてますが、高め打ちました。これはどうだ。ちゃんとつながったんで、ここが大事ですね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、どう攻めていくのか、バッティングに注目ですよね。はい、その期待のかかる秋。ランナースタート、盗塁成功。これでワンヒットで2点。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。絶好。ここはもちろん際どいところも打っていく。打ちました。ランナー出ましたが、ライオンズ得点には至りませんでした。2回の裏、3-0、ライオンズがリードしています。3回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃。バッターはビシエド。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスは8番佐藤。平、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。三振です。バッターは9番に入っている木下。ツーアウト、ランナーありません。マウンド上の平、三振を取りました。スリーアウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3-0、ライオンズがリードしています。これから3回の裏。さあ、ライオンズこの回は4番から始まります。バッターは一郎。先ほどアウトコース打ちました。打席には5番バッター矢野。先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。いや、最高の結果を出しましたよね。見事でしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、次が3球目。打ちました。この回ライオンズ三者凡退です。3回終わって3-0、ライオンズがリードしています。回は4回の表に入っています。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。近本がバッターボックスに入り、打ちました。2番バッター坂本。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きいよ。インサイド詰まりながらも左中間へ。バッターボックスは3番山田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここ打ちました。打球はセンターへ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3-0、ライオンズがリードしています。ライオンズ4回裏の攻撃になります。バッターは村上。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ライオンズリードに向かい、インコース詰まりました。2球目打ちました。打席には9番バッター辻。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ツーアウト、ランナーありません。3球目打ちました。これはどうか。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。4回終了、3-0、ライオン5回の表、追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスには4番佐野。先ほどの打席最後は空振り三振。まず一つアウトを取りました。
見逃して三振になります。10個目の三振でツーアウトを奪いました。里崎さん、まさに三振の山を築いていますね。高めのボール打ちました。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0ライオンズがリードしています。5回の裏、ライオンズ打順よく1番から始まります。源田がバッターボックスに入ります。今日はここまで丸よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。これは2番バッター秋山、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙ってきた。打ちました。バッターボックス吉田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ライオンズダブルプレーでランナー外れてフォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを ファーストランナースタート、ショートボールを飛ばした。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。これでワンヒットで点が入りますね。インサイド落ちました。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。5回終わって3対0ライオンズがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。回は6回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃。バッターはビシエド、先ほど振っていきましたが三振、ワンアウトです。バットに当たりません。三振。打順は9番木下、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあ三振になります。3アウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0ライオンズがリードしています。6回の裏、ライオンズの攻撃。打順は5番矢野、今日はホームランを放っています。打ちました。バッターは DH 山田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。相手バッテリーはゲッツ、走ってきた。キャッチャー送球してナイスチール。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。ここで声をかけました。さあチャンスになりましたよね。打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった。ライオンズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、4対0ライオンズ、なおもチャンスです。打ちました。これはどうか、しっかりつなげてきましたね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、非常に期待がかかりますね。その期待に応えてほしい。走ってきた。キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。打席にいいバッターがいるんで、ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。打順は1番に帰ります。バッター源田、ライオンズこの回1点を入れています。さあ4点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。ここはランナー返せません。3アウトチェンジ。しかしこの回西武ライオンズ1点を追加しています。6回終了4対0西武ライオンズのリード広がっています。7回の表、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。近本がバッターボックスに入ります。三振です。
まず一つアウトを取りました。バッターボックスは2番坂本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。変化球空振り。バッターは3番山田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0、ライオンズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ライオンズ。7回の裏、ライオンズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号13、岩崎が2番手としてマウンドに上がります。打ちました、いい打球だ、高く上がった。さあどうだ。さあ、そして打席には吉田が入っています。さあ、追加点のチャンスです。何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押し点を取っておきたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました、センターへ打球伸びる。さあ、そしてバッターボックスにはイチローが入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、チャンスはまだ続きます。打ちました、いい当たりだ、センターに強い打球、この当たりはどうか。バッターボックスには5番矢野。大きくリードしてますけど、手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ、終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。高めのボール打ちました、右中間に大きな打球、ライト、センター下がっていく、下がっていく。フルカウントからの変化球、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。クリーンナップから飛び出した一発になりました。バッターボックスには指名打者の山田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ライオンズホームランで得点を挙げています。打順は7番村上。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。ええ、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中し打ちました。8番バッタービシエド。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ライオンズこの回7人目のバッターになります。打ちました、痛烈。しかしこの回西武ライオンズ3点を追加しています。7回終わって7対0、西武ライオンズのリード広がっています。8回まで来ました。追いかけるドラゴンズの攻撃、4番バッター佐野。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうです。ライオンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは佐々木。バッターボックスは4番佐野。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ここでコーチが声をかけました。さあ、注目しましょう。6球目は何で来るか。三振を取りました。ワンアウトです。さあ、これで決まるのか。フォアボールのランナーを出しました。得点圏にランナーを進めています。まあ、フルカウントだったんで、もうちょっと際どければ。ここで声をかけました。さあ、注目しましょう。普通は打ってこないカウントですけど、ストレートのフォアボールになりました。これでワンアウト満塁。ここで声をかけました。さあ、注目しましょう。ここは空振りで三振を取ります。これでツーアウト。ここで声をかけました。さあ、注目しましょう。ショート、ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。7対0。
ライオンズ大量リードしています。8回の裏に入りました。ライオンズの攻撃、バッターボックスは9番辻。先ほどの打席はデッドボールでした。ライオンズ初球は何から入ってくるか。初球打ち、バッターボックス秋山。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよ。外れてフォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナー さあまず1球目、キャッチャー送球して、ナイスチール。まあ大差がついてるんで走っていく。アウトコース打ちました。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。8回終わって7対0、ライオンズ大量リードしています。9回の表、ついに最終回を迎えました。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは近本、バッター打順は2番坂本。今日はまだ当たりがありません。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。インコース詰まりました。打ちました。これで3アウト。試合終了になりました。西武ライオンズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。勝った西武ライオンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日は最後まで